皆さん、こんばんは。はい、9周年ありがとう、ラブライブシリーズ9th anniversary、 これからもよろしくね。生放送へようこそ。はい、始まりました。今日はちょっとみんなが遠いんだけど。そうですね、ね、これあるんだよ、壁が。そう、壁があるんですよ。仕切られてるんですよね。そうなんです、うん、そしてちゃんと距離もあるもんだから、みんな今日は大きな声で喋っていきましょうね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと広い空間からお届けしております。早速、自己紹介をしていきたいと思います。じゃあ、りかこちゃんから。はい、はい、それでは皆さん行きますよ、準備はいいですか。はい。ビーチスケッチ桜内。好きな食べ物サンドイッチ。くらえりこちゃんレーザーピン。ありがとうございます。ラブライブサンシャインアクアより桜内りこ役、相田りかこです。今日はよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。コメントもありがとうございます。それでは皆さん大きな声でお願いします。いきますよ、せーの、カンカン。みかん。カンカン。みかん。カンカン。みかん。ありがとうございます。高見千佳役、稲見杏樹です。今日はよろしくお願いします。わ、はい、それでは皆さん、いろいろ自粛したりとかで元気があり余ってると思いますので、大きな声でよろしくお願いします。いきますよ、せーの、ファイトだよ。ラブライブミューズ高坂ほのかユニット M です。よろしくお願いします。はい、じゃあいきますよ。それでは皆さんご一緒に、ニッコニッコニー、大銀河宇宙ナンバーワン。ありがとうございます。矢沢にご役立てます。よろしくお願いします。お願いします。カスミンだよ。カスカス。カスカスじゃないです、カスミンです。かわいいよ。え、ありがとう。はい、中須かすみ役の相良真衣です。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会から参りました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。みんなに質問です。今日一番セクシーで情熱的なパフォーマンスをするのは、かりん先輩。私しか見えていないのは、はい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 。今日の狙いは君に決めた。はい、皆さんこんばんは、かかりん役久保田美優です。よろしくお願いします。はい、というわけで、うん、3プロジェクト合同での生放送ということで、はい、うん、はい、ま、今までね、うん、3チームでこうして一緒に番組をやったりとか、うんうん、なんかイベントでとかライブでとかはあったけど、ね、生放送って初めてじゃないですか。ね、そうだね、すごい新たな形で、ね、なんか皆さん見えてますか。見えてますか。すごく見えてるんだけど、速度が速くて、ね、速度が速いのと、私ちょっと乱視が強くて全然見えないのね。うん、距離がありますからね。そうなんです、そうなんです。画面ともちょっとソーシャルディスタンスが、ね、ちょっと多めなんですけれども、はい、2019年6月30日に9周年以内に突入したラブライブシリーズですけれども、うん、はい、9周年ということでいろいろありましたね。そうですね、ね、うん、ね、いろんなことあった、うん、はい、そんな1年間を今日は皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。はい、はい、はい。さて、今回は全部小文字のアルファベットで、うん、ハッシュタグラブライブをつけて、皆さんぜひ実況や感想や私たちへのメッセージなどもつぶやいてくださいね。あの、すごい速さで流れているんですけれどもちゃんと目を凝らして見ていきたいと思いますので。なおさん、合同生放送楽しみ。ありがとうございます。スカイフィッシュさん、生放送は生きる希望と力強いコメントですね。ルジュさん、今日野外スタジオ野外野外野外ではないですけど、うん、そうだね、なんかちょっと工場感そうだよね、工場感はね、なんか半野外って感じ、うん、野外
ってことですかね。はい、ということで皆さんたくさんのメッセージよろしくお願いします。それでは皆さん1時間お付き合いよろしくお願いします。9周年ありがとうラブライブシリーズ9th anniversary、 これからもよろしくね。生放送スタート。皆さんからいただいたメールとともに9周年イヤーを振り返っていきたいと思います。はい、まず9周年イヤーの幕開けを飾ったのは、うん、ラブライブ総合マガジンラブライブデイズ創刊。こちらです。こちらでございますね、はい、みんな持ってる、みんな持ってます。これあるのあります。じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、見てる皆さんもお手元にちょっと用意してもらって、うん、懐かしんでもらえたらと思いますけれども、はい、2019年6月3日に、第0号となる応援スペシャル号からスタートいたしまして、うん、現在ボリューム7までの、合計8冊が刊行されているということになっております。いや、すごいよね、ラブライブだけの雑誌ができるなんてさ、びっくりよね。めちゃくちゃ詰まってますからね。ねえ、はい、どのページ開いてもラブライブだもん。そうですよ、そうですよ、ね、ラブライブじゃないとこどこもないもん。どこもないよね。逆に入れないでほしいですもんね。全然関係ないよ ね、 ね、すごいよ。コンビニに置いてあったの、私見かけて。え、コンビニに、コンビニにあったんですよ。私見たことあります、コンビニの。そう、コンビニで、すごい、コーナーのとこですよね。ありましたよね。ありましたよね。すごい、すごい。じゃあラブライブ知らない人の目にも止まるってこと。そうですね。そうです。わあ、嬉しい、ね。すごいね。いや、ありがたいですね。あ、皆さんコメントもありがとうございます。全部持ってるっていうコメントたくさん来てますね。すごい。コンプリートしてる人もいるのかな。ぜひ立ち読みじゃなくね、買ってほしい。間違いない。そりゃそうだ。間違いない。お家に、お手元でゲットしてもらって、お家でね、ゆっくり読んでほしいでございますけれども、こちらもですね、ラブライブデイズに関するメールたくさんいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。はい、じゃあリコちゃんよろしく。サンサンサンドイッチネーム MC ヤターさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。神田や秋葉原、函館、沼津などの聖地の名物や風景を紹介してくれたり、読者からの写真やイラストを募集するなど、まさにみんなで叶える物語にふさわしい最高の雑誌だと思いますとのことです。ありがとうございます。ね、さっきも画像で出てたけど、うん、本当にこう、うん、いろんな沼津のね、そうだね、聖地だったりとか、はい、皆さんのイラストがたくさん、うん、ありがとうございます。で、ね、まあ、企画としてもね、ラブライブサンシャインで、うん、舞台となっている沼津の背景と、あのちかちゃんやようちゃんとね、一緒にこうイラストを組み合わせたようなのも載ってたりとかもしますからね、うん、はい、じゃあ続いていってみましょう。カンカンみかんネーム MR さんからいただきました。ありがとうございます。ラブライブデイズは投票企画で新しいラブライブの歴史の1ページを刻んでいく、まさにみんなで作る物語が詰まっていて素晴らしい雑誌だと思いますといただきました。ありがとうございます。すごい。めっちゃ褒めてくれるね。嬉しいね。もういい気しかしない。ぜひぜひ。はい、じゃあ続いて、はい、サンサンサンドイッチネーム、うん、リフさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。読者のおすすめする聖地のコーナーがあって、うん、そこに僕も採用されて乗ったことがあります、うん、とのことです。すごい、お便りってか自慢ですね。ちょっと自慢ですね。マウントがね、マウント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 ってリフさんからしても宝物になりますよね。そうだね。ちょっと欲を言えばどこの聖地か教えてほしかったですね。そうだね。確かに。そしたらすぐ特定するのね。これだけだ。きっと自分のここですっていうのはあの家に飾ってあると思うんだよね。あ、そうだよね。確かに。額縁とかにも入れページとか購入してきっとね、あの額に入れてあると思いますけれども。リフさんすごいですね。もうここでもすごいマウント取れます。こんな触れてもらっちゃって。いやいや、いい思い出になってますね、この生放送もね。はい、じゃあ続いて、カンカンみかんネームひらがなで山子さんです。ありがとうございます。表紙のニューズアクアのツーショットのポスターは9個並べて飾りたいですといただきました。ありがとうございます。どうぞ。ぜひ。すごいよね、このさ、表紙もさ、うんうん、そうなんですよ、うん、意外な組み合わせだったり、うん、確かに、ね、確かに、え、
いるんだけど。誰ですか、いないの。うちの子もまだ一人出てない。まだ一人いないよね。それ部長いるの。部長も、ね、部長まだ。部長もそうですね。あ、うん、来てますね。部長欠席。部長欠席ですね。平凡みかんさんから、次の号の表紙はニコとルビーかな。そうだよね。いよいよ。そう思いますよね。そう思いますね。やっぱりやっぱそう思うと思うんだけど。そうだよ。そうであれそこは。お願いします。乗せてくださいよ。二周目入っちゃうパターン。ニコちゃんとルビーちゃん乗せてください。ね、やっぱ。わかんないからね。四時のキララさんから出ました。九号からは虹も表紙に、うん、登場。登場するかな。でも見えない表紙に登場するかな。あ、もしかしたら。確かに。ニコちゃん飛ばす。ニコちゃん。こちらに先に。こちらぐらい。こちらぐらい。虹が終わってからお登場するみたいな形で。すいません、お先に。放送終了、終了後もアクリル板ないかもしれない。両サイドね。ダメかもしれないよ。いやでも楽しみですね。楽しみ。ありがとうございます。どんなポーズなんだろう。いや嬉しいですね、うん、はい。そして9周年イヤーを記念してですね、3プロジェクト合同でお届けしたものといえば、はい、こちら、うんうん、ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールド。こちらこちらって何だったの。やったやった。こちらは何もなかった、はい、こちらは何もなかったですけれども、はい、私とね、空丸で。そうなんですよ、うん、パーソナリティをやらせてもらって、ね、結構だからラジオで初めてこう3組でこう絡むことが多かったりとかして、うん、うん、嬉しかった。そうだね。あ、そう、そうなんですよ。ポスターも作っていただきまして、なんかさ、グッズもいっぱいあったよね。そう、グッズをね、作ったりとか、うん、ね、あ、写真もね、出てますね。なんかね、記念写真館すごいあるね。ね、これを通して初めて会うメンバー同士もすごく多かったので、うん、そうそう、はい、初めましてだったりね、すごく楽しかったですね。すごいですね。やっぱこう普段はね、それぞれのチームでお話しすることが多かったりとかしましたけれど、なんか垣根を越えてやっとこうやってみんなと話ができた感じはありますね。フェスに向けて結構盛り上げたよね。これミューズ会の時ですね。あら、あ、すごい。ミューズ会もやらせていただいて、みんなバッグ持っちゃって、リュック背負っちゃって、どっからどっから、グッズなんですけど、上京したてみたいな、ね、いや、なんでも入るからさ、あれね、グッズすごく多かったですからね。いっぱいあった。リスナーの人とだって考えたよね。そうですよね、ね、ありました。みんなでかなり番組グッズのコーナーがあって、はい、うん、なんかさっきの私がこう背負ってたリュックも、みんなで相談してどんな色がいいとか、いろいろ言って、あそこにあのブレードが刺さるポケットがあったりとか、便利。そうそう、どうしてもね、寝そべり入れたいっていう、こう寝そべりも一応入るようになってたりとか、装備できるように。でも寝そべりが入っててブレードがあっても誰のか分かんなくなるから、ラピダをつけてくれって言って、一番大事ですね。そうそう、確かにそうなんですよね。いっぱいいるからね、みんな寝そべり入れそうじゃないか。それに書いて分かんなくなっちゃいますよ。アウトドアグッズとかもあったりして、うん、ねー、ね、いろいろあったわ。ね、はがきとかもやっぱ嬉しかったですよね。ペンケースにね、ペンもついてのね、投稿のセットもありましたし、ね、こちらについてもたくさんお便りいただいているので、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ紹介します。お名前、ともともさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。オールナイトニッポンゴールドはメンバー同士の絡みが見れたり、ミューズの活動当初の話が聞けて、とても楽しい時間でした。確かに、うん、ミューズがファイナルを迎えてから、うん、ラブライブファンになった人とかは、うん、あ、このライブの舞台裏こんな感じだったんだとかも結構ね、10人で話したりもしたから、ね、いきなり一番最初に、うん、園田海ちゃん役のミモリンが、はいはい、もうこれはこんなになると最初からもうダメだと思ってたくらいのこと言ってて、かなり初回からもね、そうだね、言ってたね、うんうん、びっくりしたと思います。こう盛り上がってからのラブライブをしている方はね、うん、はい、続いてのお便り、オンジュンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。一番覚えているのは推し愛が爆発したあんちゃんの回です。私たちの代わりにあんちゃんが愛を語ってくれて、ラジオの前で終始うなずいていました。その説はね、はい、ね、うん、お二人のおかげで、はい、大きな声で好きだと言いました。はい、ありがとうございました。しかも好きなことを好きと言えるのも大事なことだから、ね、そうなんですよ、ね、フェスの前日直前とかだったよね、あの放送会が。そうだ、ね、そうなんです。そうなんですよ。しかもね、測ったようにというか、たまたまなのか、愛がなしたね、奇跡なのか、花代ちゃんの誕生日そうだったんですよね。そうだそうだ。いや本当に
大好きでした。やっぱもうその日大好きだったんですよ。たまんなかったです。いや本当に良かったです。お二人が叫びなよって言ってすいませんって、もう嬉しかったですね。いや楽しかったです本当に、うん、なんかこう、まあ、りこちゃんもこういつも見守ってくれてるので、うん、ですか、いいよ叫びなって、あの人めちゃめちゃ見守ってますすげえ叫ぶじゃんって言ってね温かさが伝わってきますね。楽しかったです。でも本当にいろんな思い出あるんですけど、うん、やっぱちょっと叫んじゃったなっていうのは思ったんで、ちょっとすいませんでしたとは言いたいです、うん、皆さんきっとみんな あんちゃんも仲間なんだと思った人もいると思うので、うん、もう間違いないです、うん、仲間、すごい友達です、ね、共感してましたからね、嬉しい、はい、ありがとうございます。では続いてお名前ゆりすかぽんださんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。一番印象に残ってるのはミューズが勢ぞろいした回です。ミューズ特有のわちゃわちゃ感が見えて話題が止まらなかったです。かぐやの城で踊りたいが流れると肩が動いてしまうミューズなどほっこりしました。確かに、ね、うん、あのミューズを一言で表現するとどんなグループですかって、うん、あの聞かれた時に表現するのはやっぱ一番はうるさいかなと思って、うん、にぎやかだよね。そうなんだよね。フェスの時もすごい感じてました。うるさかった。すっごいもうキャッ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 してらして、うわ、かわいい。わかります。かわいいね。あの聞こえるだけで、ああここにいる。はしゃいでるお姉さんたちだよ。そうね。すぐはしゃいじゃうんだよね。すぐはしゃいじゃうんですよ。いやもう本当にミューズだ。これがミューズなんだって感じました。近くで。まあでもなんかそのミューズ9人でおしゃべりするのもね久しぶりだったから。そう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 。ね。ラジオでもさ、ミューズみんなでやってた頃もさ、9人でおしゃべりってなかったよね。9人はなかった。なかったよね。そうなんですよ。ニコリンパナっていうね、すごいカオスなラジオがあったんですけど。カオスじゃないっていうのはあったんですけど、まあね、あのいろいろ懐かしんでもらえたんじゃないかなと思います。ね、なんか思い出したよね、いっぱいね。とわちゃわちゃしてました。はい、じゃあ最後にもう一つだけご紹介します、ウルトラマリンブルーさんからいただきました。ありがとうございま す。毎回ツイッターの世界トレンドにも食い込んでましたね、うん、オールナイトニッポンゴールド内で1回だけ話題になったラブライブシリーズ大運動会、割と本気で楽しみにしていますといただきました、うん、大運動会、本当に大運…どうぞ、どうぞ、あ、でもあのパーソナリティ…お二人が、ね、腕相撲大会の間違いじゃない？腕相撲大会あ、ラブライブね、ラブライブ腕相撲大会、腕相撲大会かな、誰が1位かそれだったらトーナメント戦でもね、あんちゃんとか私とか割といいとこ一緒、ね、そうですね、結構アクアには勝ってる方なんで、一番強いもんね、アクア内では強かったよね、なんかね、じゃあそれぞれの頂点を決める？ちょっと虹から虹もちょっとじゃ決めておきますね。やるまでに虹、確かに虹ちゃんのチャンピオン知らないわ。私たちもわかんないんで、ちょっと決めておきます。強いんでしょうね。確かに気になる。ぜひぜひ、誰がライバルになるかね、やっぱり知っとかないとねすごいなぁ、来てますね、レイさん、ミューズ9人会、いい意味でうるさかった、ありがとう来てますね、ありがとうございます、はい、あんちゃんがラブ全ラブライバーの代表になってた、すいません、いやおこがましいんですけれども大好きです、ラブライブ、嬉しいですね。あと空野さんからはオールナイトニッポン面白かったからまたやってほしいと思って、そうだよね、うん、またキルマンシャイニーブルー聞きたいもんな、ね、覚えちゃったよ、すごい宣伝されたもんね、卵サンド。そうだよね。そうですね、ありがたいことに、もう、きっと皆さん食べてくれたでしょう。うん、食べた。えらい量食べたのに。翌日ないとか聞いたよ。え？翌日ないとか聞いた。すごい、ね、すごい、すごい宣伝力。ね。ありがたい。うわー。ちょっと良かったですね。またあるといいね。うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、9周年イヤーには3プロジェクトが登場したこちらのアプリがスタートしました。ラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズ、通称スクスター。はい、そうなんですが、学校やプロジェクトの垣根を越えた夢の物語が展開中でございます。皆様
出てますね。キービジュですね、すごい、これ、うん、27に圧巻ですよね。ね、今見てる皆さんもちろん遊んでくれてますかね。ねえ、どうでしたでしょうか。あ、こちらはあのミューズとアクアが合同ライブした時の、はい、すごい映像となっております。鮮やかだわ。これを見て、うん、あなたちゃんはあなたは惹かれたというストーリーになっております。そうなんです、うん、この、ね、合同ライブなかったら虹ヶ崎、ね、動いてなかったんで、ね、ね、ありがとうございます。きっかけになるね。きっかけになりました。本当にストーリーの中でも垣根を越えて、はい、3年生でね、ボーリングの大会してたりとか、うん、はい、こちらも、なんか1年生みんな、あ、1年みんな1年生かな。 あれ、みんな1年生かな。あれ、3年生みんな、見た目みんな1年生みたいな。ワイワイ、バチャバチャしてる、いろんなね、こういう画像とかスチルとか見れたりするので、うん、皆さんぜひ遊んでください。はい、そしてこちらのスクスタに関するメールもご紹介しましょう。はい、お名前、月のおきさんからいただきました。ありがとうございます。もしミューズとアクアがあったらどんな会話をするんだろうと考えていたことが現実となった喜びに加えて、うん、虹ヶ崎を中心とした新しいストーリーにワクワクドキドキさせてもらっています、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。メインもそうですけど、イベントごとにもそれぞれ の、うん、そうそうそう、あのメンバーの絡みとかが見れたりして、確かにとても面白いので、はい、ぜひ皆さん遊んでください。ぜひぜひ。はい、続きましてお名前、カルピス抹茶味さんからいただきました。ありがとうございます。それぞれのメンバーの個性がしっかりと出ているスクスタのストーリーがきっかけで虹ヶ崎を好きになりましたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、虹ヶ崎を知っていただくにはスクスタを遊んでいただくと、うん、より分かっていただけると思うので、絆ストーリーお気に入りのストーリーはありますか。お気に入りのストーリー、うん、あるな。あ、でも絆ストーリーなんですけど、うん、あのカスミンすごい、うんうん、あの負けず嫌いでして、可愛いだけは負けませんっていう とこのセリフがあるんですけど、うん、そこすっごい可愛いのでぜひ見てほしい。要チェックだね。自分の推し発してます。虹ヶ崎の推しは自分の推し発して。いや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 、でメインストーリーで本当に全然虹ヶ崎メンバーさんの9人が揃ってないところから、はい、徐々にこう1人ずつだったりとか入っていくところはやっぱり、うんうんうん、ああ揃っていく、あ、ラブライブ感があるっていうのを感じましたね。どうやって虹ヶ崎ができたかっていうのも、はい、ストーリーを読んでいただくと理解できると思うので、う、ぜひあなたになって遊んでいただけたらいいなと思います。俺が集めたんだってね。そうですよ。そうですよ、俺の力で。そうだよね。ありがとうございます。続きましてお名前、みかんさんからいただきました。ありがとうございま す。僕はスクスタでカスミンがたくさんパンを持っている UR が大好きです。あ、いいね。あるんです、 UR。 こうやって持ち抱えてる。かわいい。本当にこれ全部1人で食べるの。いや、これはあのなんか差し入れするために、こうみんなに差し入れするために自分のお気に入りのパン屋さんに買いに行ったっていうところなんですけど、かすみの思いやりが詰まったこの。買いに行かされてる。買いに行かされてるわけ。買いに行かされてるわけ。買いに行かされてます。ちゃんと。そういうことか。自分から自分から自分から差し入れのために。あ、それでカリン先輩差し入れのために。あ、そうか。美味しい。カリン先輩。カリン先輩。そんなことない。違った。ちょっと多いね。もしかしたらちょっとこう炭水化物多めにっていうところあるかもしれないけど、まだ嫌がらせ。そんなことは嫌がらせじゃない。はね、栄養として大事だから。そうそうそう、パンは美味しいですから。そう、パンは美味しいんで。パンは美味しいんだよね。いや、今日もパンがうまいですね。うまいな。ありがとうございます。うまい、うまい。はい、皆さん遊んでくれてますね。うん、あ、メッセージが今、タッツンさんからは、最近スクスタ熱がすごい。おお、ありがとうございます。イザヨイさんからは、推し同士の MV が見られる唯一のアプリ。確かに、自分でこう選んだ子たちが踊ってくれるから、ね、そうなんです。本当に垣根を越えてね、うん、選べますからね。しかも MV もやっぱカメラ割りとか、やっぱ後ろのバックとかもすごいので、うん、そうだよね。初級、中級、上級ってあるんですけど、うん、上級になればもっとすごくなったりとか、うん、それも楽しめるんです。すごい。カメラ割りちょっと変わったりとか、そうです、そうです、ずっと入ったりとかしてるんで、うん、エフェクト。そうなんです。ぜひ皆さん遊んでください。ね、やり込みがいがありますわ。よろしくお願いします。はい、ということで、そして9周年イヤーで反響がすごくすごく大きかったのは、やはりこちらでございます。はい、2020年1月18日そして19日の2日間、うん、埼玉スーパーアリーナでラブライブフェスを開催させていただきました。はい、なんかもはや遠い昔の記憶で、ね、でわかります。まだ今年の話なんですよね。いや、そうなんですよ。今年なんだよ、ね、今年なんです。まだびっくり
しますよね、なんかこんなに日過ぎるの早かったっけってぐらいね、経ってはいるんですけれども、ニュースアクアセイントスの虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会による初のライブイベントとなりましたね、こちらでございます。さあ皆さんにもね、その時の写真を見てもらっているかなと思います。そう、大集合だったね。もう今日の生放送もね、本当だったら大集合したいんだけどさ、この板が20、30枚ぐらい必要だったよ。いや本当です、引きの絵もどうなの、窓粒ぐらい誰の声も聞き取れないですよ、確かにね、うん、確かにそれこそ大運動会になっちゃう。そうだよね、ねえ、まあ、こうやってね、にじちゃんもトロッコに乗ったりとかね、この会場でね、にじちゃんなんかだってソロで歌ったりもするわけだから、すごいよね、まさかソロでフルで披露させていただくとは思っちゃいました。もうね、セイントスノーさんにも盛り上げてもらいまして、で、アクアにバトンつなげてもらったんですけれども、アクアのみんなも本当に大盛り上がりで、いや、緊張しましたね、でもいや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 、いや、ね、まあ、船にも乗らせてもらいましたけど、ね、すごいすごいね、ドドンと、いや、豪華絢爛ですよ、でっかかったね、いや、こんな感じでアクアシップ決めた、ね、あ、決めた、これはもう、ね、でも久しぶりだったよね、我々もね、いや、ほんとそうそうそう、立ち姿からもうおおって感じ、いや、いや、そんなにありがとうございます。この写真好きだわ、あのなんかね、わかる、これが賑やかなお姉さんたちね華やかなお姉さんたちです。そうそうそう、伝わってきます。朝からずっと楽屋で喋りっぱなしでこのライブだったんです。そのままのテンションで出ちゃった人です。でもなんか盛り上がり方、ね、本当に尋常じゃなかったですね。もう自由な盛り上がり、自由だーっていう感じでね、本当に楽しかったですね、久しぶりの、ね、そうそうそう、初めましての方もこう、久しぶりの方もいっぱい会場にはいたので、すごく面白かったですね、本当にきっとね、あのなんか噂でしか聞いたことのないスノハレっていうのを見れた人もいると思うし、そうかもしれないね、なんかあるらしいよみたいな、すぐ雪降らすらしいよみたいな、本当に雪降ってびっくりしましたけど、でもこうやってね、みんなが盛り上がってくれて、だってみんなで並ぶともう本当みんな豆粒じゃない、圧巻でしたよね、なんかね、大所帯になったもんだと思いましたよ ね、 ね、いやでもすごい華やかでしたし、盛り上がりもすごかった、会場揺れてましたからね、いや本当にすごかったよね、なんなら1曲目始まる前からミューズさんの曲が会場で流れてて、もうそれでみんなすごかったよ、確かにすごかったよ、ライブ始まってんじゃないかと思いました、そう始まっちゃった、あれ誰も出てないのにって思いましたもん、一瞬あれ出番来るみたいな、で、みんなが準備してる頃、私たちはみんなを見ながら、こう、年末のね、お弁当食べながら、そうそうそう、親戚の集まりみたいな感じでね、特番見ながらね、みんな可愛いね、あ、いい曲だね、みたいな、いい曲だ、いい曲、そう、言ってたね、いや、そこを収めてほしいですね、DVD にね、もう見てみたいです、そうなんですよ、予定ではね、あの9月の9日にメモリアルボックスが4枚組で発売ということを予定しておりますんでね、はい、楽しみに待っていただけたらと思いますけれども、はい、ラブライブフェスに関するメールもたくさん届いておりますのでご紹介していきます、はい、お願いします。サンサンサンドイッチネーム大大丸さんからのお便りです、ありがとうございます。虹ヶ崎の一生懸命で素敵なパフォーマンス、アクアが見せてくれたキラキラの輝き、会場を爆上げにしたセイントスノー、そして憧れのミューズ、何もかもが夢のようでしたとのことです、ありがとうございます。ありがとう、その熱気は伝わってたよね、いや本当に、私たち自身も裏でしか見れなかったけど、めちゃくちゃ感動して、ね、本当にあっちに何度行きたいと思ったから、ね、なんで会場に行けないんだっているのやめてくださいって言われました目立っちゃうよ絶対ちょっとぐらいならいいじゃないですか、そこが難しいところなんだよね、ライブに出る側としてはね、そうだね、見たいんですけどね、一番見たいんですよ、はい、じゃあ続いてまいりましょう、神かねむひらがなでたまちゃんです、ありがとうございます、ありがとうございます。スノハレのあの綺麗なオレンジは一生忘れないと思いますと、ありがとうございます、思いのこもった一行ですね、ありがとうございます、嬉しい、ね、でもみんなね、あのすぐオレンジにしたくて、実は結構早い段階からオレンジつけちゃって結構いるんですあ、そうですね、確かにタイミングがね、
気持ちが前になっちゃうときが、うん、高まりすぎちゃうんですよ。そしたらもう押してて色変わってるんですね。私もちょっと経験あるんですよ、申し訳ない。あー間違った間違った、一回しまって、そういうとき一回しまうんですよ。一回しまう、暗くするんですよ。ごめんなさいと思って。絶対自分で暗くするんだね、手動でね。経験者は語るですね、はい、刀をしまうんです一回、ね、すいませんって、一回しまってから、ね、シュッて出すよね。言葉の重みがちげえね。本当ですね。はい、じゃあ続いてまいりましょう。はい、サンサンサンドイッチネームチキットさんからのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございます。2日目はアクアの未体験ホライゾンに始まり、虹ヶ崎ユニットに続きミューズ、うん、そしてまさかのアクアが取り号泣しましたとのことです。ありがとうございます。いやでも2日目は船の上で私たちもミューズさんのスノハレを聞きながらエンジンを組んでて、まさかこんな日が来るとは思ってなかったねって言って、もうなんか不思議だったよね。もう泣きそうになりながら、ちょっと仲間泣いてたとこあるよねきっと。もうだいぶ潤んでて、わーと思いながらもう出番来ちゃうし、船勝手に出てっちゃうんで、やばいやばいと思って、みんなでエンジン組んで顔直してこう行こうってなったんですけど、結構やっぱ思いがすごかったね。忘れられないよね。でもね、あのアクアのみんなが鳥でいてくれるから、あのお姉さんたちは2日目はより自由にやることができます。確かに、うん、もうみんなが決めてくれるから大丈夫。いやいや本当にでもありがたかったですね。本当にすごい音で感じてた思いとか、うん、空気感っていうのはすごいアクアとしてはすごい一体としてね、うん、ギュッと固まったので、うん、それが本当に見えたというか、うん、見えないんですけど実際はギュッて固まったのが分かったので、うん、大きく船でバンと出れたなっていうのはありましたね、うん、ね、きっと皆さんも感じてくれていたと思いますよ。本当にありがとうございます。みんなのおかげだね、会場のね。そうですね、間違いないですね。はあ、じゃあ続いてまいりましょう。カンカミカンネームひらがなで小原丸さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ミューズのファイナルライブを両日ともライブビューイングで参加していました。そうだ、生でミューズのパフォーマンスを見たかったと悔しい気持ちで過ごしていましたが、ラブライブフェスによって夢が叶いましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いやだってフェスもさ、ライブビューイングでさ、うん、全国いろんなところから見てくれたりとかするね。うれしかったね。ライブビューイング全世界というかね、いろんなところでつないでくれてますからね、普段ね。とってもありがたいですね。はい、じゃあ、はい、あ、ドリトンさん、うんうん、スノハレ、オレンジの光に慣れたの嬉しかった。ありがとう。ペンスケさん、フェス思い出しても涙出てくる。ハトさん、楽屋の動画面白かった。お、楽屋の動画、何ですかこれ。見ました、私。私たちはふざけてるやつ。いや、見ました。いっぱい撮ったからな。どれかな、誰のことでしょう。どれか、いや、あのアプリのやつとかもめっちゃ面白かったです。アプリのやつ、なんだろう。アプリ、あれか、グリフィンドールになるやつ。グリフィンドールになるやつ。すごい動画撮ってるじゃないですか。ミモワ選手権とかやってた。選手権とかやってた。やったやった、ミモワグランプリね。あ、ミモワグランプリですね。そうそうそう、誰が一番三森鈴鹿を可愛く撮れるかっていうのをやってたりとか、あの画面を真剣に見てる人の前を塞いで半分やってました。なんかそういうね。そうだよね、みんなで歯磨いたりする時間あったね。私、急いでくださいって言われてるのに、みんなであのハッピーメーカー歌いながら更新して。そうだね、全然進まないみたいな。あったね。でしたけども、すごい、よかったな。でも、でもいいですね、立派な後輩がいるとね、こんなにも楽しくフェスができるんだと思いましたもん。いや、楽しめたね、本当に ね、 ね。ララスさんから、プロジェクト超えて楽屋でどんな話したの、うん、と聞いてます。それぞれね、チーム、楽屋が別々違ってまして、どんな話してました？私たちガチガチでした、割と。ガチガチだったよね。本当に？私はもうやばかったです。あ、やばい、これ、本当倒れちゃうって思うぐらい緊張してました。あんちゃんの姿あんま見かけなかったもん。もう別のとこ行ってたんですよ。え、誰が一番緊張してた？ですかね。別室行ってずっと声出ししてて、あと MC で喋ることずっと考えてたんですけど、1日目全部飛んだんで、その結果ね、その結果あれね、そうです、最高でしたね、マジで。本当情けないんだけど。1日目は自分たちの出番終わっ
った後、あんちゃんだけ下のステージ下で一人であぐらかいて素の晴れ見てたんですよ。もうずっとこう正座したりあぐらかいたり体育座りしてみたり、もうそ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 うして飛び出たみたいな、なんかもう自分の家みたいな、自分の家それこそ黒板みたいになって見てた本当に。いやもうそれがやっぱ見たすぎちゃって、もうなんかやっぱ自分の過去を思い出しちゃうんですよね、やっぱりライブビューイングでファイナル見て、で1日目は会場いたなとか、なんかすごく考えちゃって一人になっちゃいました一回リセットしようと思って、エモ待ってたわけですね。そうです、あの一人でエモエモタイムしてました、エモエモタイムか。ミキちゃんはどうでした楽屋？あ、でも私楽屋じゃないんですけど、あのアクアの小宮さんと洗面所でお会いしまして一緒に歯磨きしました何そのイベント歯磨きされて私も歯磨きしに行ったら小宮さんがいらして、あ、すいませんってなったんですけど、あ、いいよって言われて、歯磨きイベントじゃん、すごいね、なかなかレアな ね、歯磨きしながらちょっとおしゃべりしました、その衣装かわいいねみたいな話とかしていただいて、それ UR かな、ね、UR でそれなんて UR だね、それだいぶあれそれなんてイベントやだね、そうですね、早く導入してもらった方がいいね次のストーリーはこうイベント来ました面白いですね、こっち側のこう逆輸入をしてもらうっていうの面白いです。確かにね、イベントをね、でもたまにね、ありますからね、ラブライブ逆輸入パターンもね、あ、確かに、衣装とか、そう、衣装とか、そうですよね、そうなんですか、そう、ミューズのファーストライブの衣装がそのまま次のアニメのオープニングの衣装になってたりとか、そうかしてるので、その歯磨きイベントももしかしたらあるのか、導入ありますね、それカスミンとじゃあ大丈夫だね、いいのいいの欲しいね、たくさんコメントいただいてます。何さん何さん、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん、あんちゃん、シカちゃんと喋れたって来てますよ、喋れた、はい、あの写真を撮ってもらいました、おめでとうございます、お二人とも写真撮らせてもらって、ありがとうございます、面白い、幸せだなと思ってそっと近づいて撮らせてもらいましたすいません、ちょっと内緒の方向です出すこと全国に見えて、はい、出すことはないです、すいません、なるほどね、宝物にさせてもらってます、素晴らしい、そういうの大事です、うん、はい、もう嬉しかったですね、はい、ということで、ね、もう思い出語りが尽きない、そうですね、いっぱいいろんなことありましたからね、はい、ということで皆さんありがとうございました、ありがとうございます。そして、3月にはですね、ミューズの9th anniversary シングル A Song for You 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 もリリースされました、ありがとうございます、ねえ、ねえ、こちらのシングルにはアニメーション PV そしてカップリング曲なってしまったも収録されております、はい、まあ、うん、ファイナルシングルから以来の、ね、ね、そうなんです、うん、ファイナルシングル以来の、まあ、9周年の記念の記念すべき1枚ということで、はい、おっと外の音がだいぶ換気されております、だいぶ換気されておりますよ、だいぶ換気されております、半野外、半野外です、はい、そう、そうなんです、そんなね、あの、まあ、ミューズから皆さんへのありがとうを詰め込んだ、うん、 ね、 ね、そんなミュージックビデオもついておりますのでね、まともあれ、うん、見ていただきましょうか ね、 そうね、せっかくなんで、はい、というわけで、皆さんお聴きください、ミューズで A Song for You You You。ありがとう君に、ありがとう君に、ありがとう君に、ありがとう。君がいて僕がいて
ズで A Song for You 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 お聴きいただきました。もうね、ゲットした人も多いかと思うんですけども、はい、ゲットしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあメールも届いてるのでご紹介させていただきます。お名前ひまさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。冒頭のありがとうを君にで号泣してしまいます。私たちの中のミューズは永遠です、ということで。ありがとうございます。ありがとう。そうなんですよ、それ。はい、では続いてのお便りです。のほほんメイプルさんからです。ありがとうございます。出会い、それこそ大事な宝物なんだよねという歌詞の通り、ミューズ、アライズ、アクア、セイントスノー、虹ヶ崎、ラブライブと出会ってからの一つ一つの時間や思い出が宝物になりましたといただきました。そうだね、宝物だね。そうなんだよ、宝物なんですよ。もうじゃ続いて、はい、お名前、うん、マリさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。アニメーション PV の最後のシーンでミューズはずっと頑張ってるんだねと応援する気持ちがますます湧いてきました、うん、そしてカップリングのなってしまったはミューズを好きな人ならその気持ちわかるよってなる曲です。私はずっとミューズが大好きですって伝え続けます、うん、ということで、あのアニメーションパートもあって私たちもすごく久しぶりにアフレコをしたんだよね、うん、そう、うん、そうなんですよ。でもなんかミューズが揃うとやっぱ変わらずにミューズになるっていうか、そうだね、なんなんでしょうね、この現象は。なんて言ったらいいのか。スノーハレーションスノーハレーションスノーハレーションかもしれないですね。本当に。でもなんかあのこの A Song for You 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 自体が、うん、あのなんだろう、ずっと後のミューズとかではなくて、うん、あの頃の変わらない、そうだね、変わらないだけど新しいミューズなので、うん、なんかそれが皆さんにね伝えられたらいいなと。そうだね、ね、うん、はい、ではまだまだお便りご紹介させていただきます。はい、れんこさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。A Song for You 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 はいつも通りのミューズという感じで、これこそミューズだなと思いました。レコーディングではどのようなことを考えながら歌っていたのでしょうか。あ、何考えてた。あー、ミューズの声がする。わかるわかる、そうなの。そうなんですよ、不思議だよね。そう、うん、なんかね、自分もミューズの一人のはずなのに、じゃなく、あ、ミューズだーってなんで、ね、聞いてみて、ミューズの声がするねー、そうなんですよね。あれはね、あの気持ちはなんだろうね。スノーハレーション全てが、うん、不思議だね、あの気持ち。不思議なんですよ、空から降ってくるみたいですね。本当だよね。そうですね、うん、まだもう一つ読めるかな。はい、じゃあお名前、ニコトマさんからです。ありがとうございます、うん、ほのかちゃんからのみんな久しぶりだねの言葉で曲に入る前から大泣きしました。えみつんはどんな気持ちでこのセリフを演じましたか。そうだな、でも本当に久しぶりだねっていう気持ちだよね。なんか私はずっと言い続けてきたんだけど、私たちはずっとミューズですっていうその言葉の通り、それが形になったのがこのシングルだと思うし、なんかそのずっとミューズはミューズだったし、ずっとねみんなのそばにいたし、だからこそなんか久しぶりだねなんだと思うんだよね。そうだよね、みんな覚えてるじゃなくて久しぶりだねっていう、そのやっぱこの友達というか、もういつも通りのミューズがいつもそこにいてみたいな感じがいいよね。そうなんだよね、ただ寝起きすぐにパンを食べられるってことは、スタンバってたのかどうかって気になってる。あ、来るなみたいな始まりそうだなみたいな、あったかもしれないね。そうですね、枕元にパンがあったのかもしれないし、でもなんか、あ、ミューズってミューズだなって思ってもらえたら嬉しいですね。らしさが詰まってましたね。はい、ぜひ何度も。他にもね、ピールロさんからは、ミューズが動いてる。男オレンジさんからは、ほのか、かわいい。オカピさんからは、ニコちゃん、天使。プルムルームさんからは、なってしまったも神曲と聞いております。なってしまっためっちゃ好きです。いいよね。そうなんですよ、あのなってしまったって題名から想像ができないというか。そうよね、そういう曲なんだ。え、何になってしまったのって思ったじゃない。なってしまったと思ってたら、そうなんですよ。なのに、そんないい曲なのに、ミューズのみんなはなんか、なんとかになってしまったっていつもふざけちゃうから見てました。そうなんですよね、ちょけちゃうんですよね。そうなんですよ、
よ、そういうことしちゃうから。でもいや、どっちもいい曲だわ。そうですね、そうなんですね。ぜひ皆さんいっぱい聴いてくださいね。はい、ということでね、はい、はい、本当にたくさんメールも、そうですね、はい、いろんな感想やメッセージなどありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、うん、ここからは、うん、これからのラブライブシリーズの展開をご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、まずはアクアから。はい、うん、私たちアクアは、今度の6月30日に5周年を迎えます。そこでアクアフィフスアニバーサリージモアイテイクミーハイヤープロジェクトと題しまして、さまざまなことに、展開をしていきますので、改めてになりますが情報をおさらいさせていただきたいと思います。まずはこちらね、アクアフィフスアニバーサリープロジェクトのテーマソングが収録されます、うん、アクアクラブ CD セット2020ブラックエディションが2020年8月26日水曜日に、発売されます。よろしくお願いいたしま す。そしてそしてこちらの商品に付随するサービス、アクアクラブ2020が10月1日よりオープン。こちらの方もぜひ楽しみにしていてください。お願いします。そしてそしてアクアファーストソロコンサートアルバムが2020年8月1日、高見千佳ちゃんを皮切りに各メンバーの誕生日にリリースされていきます。すごい。こちらですね、それぞれのソロ楽曲や、アクア楽曲のソロバージョンに加えまして、なんと新規書き下ろし楽曲収録されます。すごい、私も早速聴いてまいりましたので、皆さんめっちゃいいので楽しみにしててください、お願いします。はい、そしてアクア初となるベストアルバム、アクアクロニクル2015-2017が2020年10月7日水曜日に発売です。はい、こちらもですね、なんと新曲みんなで作るアクアの歌も収録されますので、そちらも楽しみに。あ、これ皆さんがね協力してくださってたやつですね。お願いします。はい、お願いします。じゃあ続いて、そしてアクアこれまでの海外公演をまとめました、アクアワールドラブライブボリューム1発売決定でございます。詳細は追ってお知らせしていきます、お楽しみに。はい、そしてそしてアクアデュオトリオコレクション第2弾、うん、ラブライブサンシャインデュオトリオコレクション CD ボリューム2ウィンターバケーションの制作が決定。はい、こちらですね、皆さんからの投票で決まった組み合わせは近日発表予定ですので、お楽しみに。はい、どんな組み合わせになったんだろうね、ドキドキしますね。ね、楽しみ。はい、続いてラブライブシリーズ初のドームツアーの開催が決定しています。ツアータイトルはラブライブサンシャインアクア6th ラブライブドームツアー2020でございます。うん、はい、そしてそれに伴いまして、このドームツアーのテーマソング CD、うん、ファンタスティックデパーチャーが2020年7月22日水曜日に発売されます。こちら、リコちゃんの誕生日だ。あ、おはようございます。お届けします。お届けに上がります。こちらですね、昨日視聴動画の方が公開されたので、ラブライブ公式 YouTube チャンネルをぜひチェックしてください。はい、アクアから以上でございます。はい、はい、続いて虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の今後の展開です。うん、はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のテレビアニメの制作が決定しております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。スクスタとは異なる物語が展開されるこちらのテレビアニメに登場するあなたの名前は、たくさんの投票の結果、高崎優に決定しました。優ちゃん、優ちゃんになりまし ました。あなただからってことだと思います。あなただから、ゆうだ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 、ゆうですね。つながってしまった。つながってしまった。つなげる、つなげる、もうつながってしまった。いいね。はい、高崎優ちゃんに決定しました。放送お楽しみに。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会初のアニメーション PV 付きシングル無敵級ビリーバーが7月29日にリリースされます。うん、はい、かすみんが歌うソロ楽曲、うん、無敵級ビリーバーに加え、虹学メンバー9人が歌う未来ハーモニーも収録されます。うん、なんと、どちらの楽曲もアニメーション PV が収録されるので、こちらもお楽しみに。2つ入ってるってこと、 PV が。そうなんです。すごいね。そんなことある。そうなんです。かすみんの方はフルなんですけど、うん、未来ハモリの方は、ワンハーフみたいな感じで。うんうん、はい、カスカスフル、すごいね。かすみんです。かすみんなんです。カスカスフルなの。かすみんです。かすみん、ソロで、ソロ歌ってます。カスカスすごいね。うちのかすみさんの勇姿を
を皆さん見てほしいです。ぜひぜひ。としてください。そして昨年12月に開催されました私たちのファーストライブラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ファーストライブ with you のブルーレイが8月5日水曜日に発売されます、はい、視聴動画も公開中ですのでぜひチェックしてください、はい、そしてサードアルバムが9月2日に発売されます、うん、スクスタの絆エピソード挿入歌を含む全12曲を収録、うん、虹ヶ崎ミュージックウィークとして毎週木曜日に収録楽曲を公開する企画を行っていますので、はい、YouTube をチェックしながら発売日をお待ちください。またスクスタゲーム内では8月に公開予定の虹ヶ崎絆エピソード20話や21話内で登場するのでお楽しみに。はい、そして最後にこちらでございます。私たちのセカンドライブの開催が決定しております、はい、1日目は9月の12日土曜日開催プランニューストーリーと題し昼夜2回公演でお届けします、はい、2日目は9月の13日日曜日開催でバックトゥーザときめきと題し1回公演でお届けします、はい、チケットの先行情報など詳しくは公式サイトをご確認ください。虹ヶ崎からは以上になります。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にミューズから、はい、5月27日に開催を決定していた A Song for UUU のリリースイベントが延期となりましたけれども。延期ですからね。延期なんですよ。そうなんですよ、はい、またやるってことでいいですか。やりましょう。ありがとうございます。やりましょう。それではね、うん、皆さんと約束したいと思います。そうだね、はい、お楽しみに。はい、そしてはいはい、そしてですよ、はいはい、ラブライブデイズなどでも情報が発表されておりますが、はいはい、ラブライブ新シリーズのプロジェクトが動き出しております。はい、ということでこちらをご覧ください。広がっていくラブライブ舞台、ね、新プロジェクトの、今ね情報見ていただきましたけれども、はい、ここにいる私たちもなんとここまでしか知らない。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、皆さんと一緒ですよね、情報量は。そうなんですよ、はい、でもねラブライブデイズでいろいろ詳細がねどんどん出るみたいなので、うん、皆さんぜひチェックしてみてくださいね。はい、キャッチコピーは私を叶える物語ということで、うん、ぜひぜひこれからの展開にも注目してください、うん、はい、ということでね、たくさんお知らせしてきたんですけども、うんうん、まあ、ちょっと情報が盛りだくさんすぎたから取りこぼしがあるんじゃないかなって不安だな、うん、覚えてない、うん、覚えてないか、覚えてない、覚えてないよね、覚えてない。改めてきちんとチェックしたいんだけど、どこかに情報がまとまってないかな。え、それならいいところ知ってるよ。え、いいところ？そう、みんながもう分かってるよね。それじゃあハッシュタグラブライブをつけて一緒につぶやいてね。それじゃあいくよ。ラブライブシリーズの情報がまとまっているのはラブライブ公式サイトだよ。以上、ラブライブシリーズの応援お知らせでした。皆さんから届いたメールをご紹介していきます。
きましょう。はい、お名前まさメモライバーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。9周年お疲れ様、そして10周年おめでとうございます。ありがとうございます。メンバーの皆さんにとっても、そして私たちラブライバーにとっても、とても濃く素晴らしい1年だったと思っております。ラジオ、フェス、ミューズのシングルなどの他にも、この先ラブライブシリーズとしてこれをやりたいということはありますか、うん、とのことです。やりたいことなんだ。なんかあります？言うだけだったら何でもいいんですかね、うん、いいよ。またフェスやりたいですよね。フェスね、フェスな。それじゃ99周年とかかな。やりたい。そうよね。できますかね、私たちその時。いけるいけるいける。心配なら私たちよ。いやいやいや、いける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 。そうだな、まあ、でもね、さっきやらなきゃいけないことも一つ決まったしね。そうですね、腕相撲とか。そうだよね、大きな競技が決めなきゃ。そうだよね、別にそれ放送するって言ってないから。そうですね、みんなで適当にちょっと集まってこうやってやってやってお願いいたしましょう。確かにそうですね、まあ、でもね、言っていけば叶うかもしれないしね。そうだね、なんだろうね、なんかこうグループの垣根を越えたユニットとか。確かに。そう、やっぱり私もフェスでね、やっぱユニット見たかったなっていうのもすごいあるので。ありますね。それぞれのユニットがもうある今、うん、それは面白いかもしれないね。確かに、なんかスクスタとかの ね限定ソングみたいなとこだったらなんか叶いそうだけどね。確かに、そうですね。そこからこう外堀埋めてってね、打撃をね、うまいことこう埋めてって埋めてってキュッとしたいよね。あったらね、楽しそうね。そうですね、いいね、いいね。フェスも実現したことですし ね、 まだまだ叶えられることもたくさんあると思いますので。はい、ありがとうございます。ご紹介します、はい、お名前ゆずきさん、中学3年生の方からです。ありがとうございます。ありがとうございます。小学5年生の時に友達に勧められてラブライブに出会いました。当時放送されていたラブライブサンシャインを見た時、今までに経験したことがなかったワクワクキラキラに包まれ衝撃を受けました、うん。歌の歌詞もストーリーにぴったり重なっていて、聴くたびに泣かされました。それから4年、ミューズ、虹ヶ崎にも出会い、テレビアニメ、キャストさんたちのライブやニコ生も見てきて、私に夢が生まれました。それはラブライブのキャストになることです。私も歌って踊ったり演技をすることで、誰かの心を動かせたらいいなと思っています。これからもラブライブのいろいろな活動を頑張ってください。ということで、素敵。なんかね、自分たちで作ったこの作品からさ、こうやって夢を持ってくれる方が出てくるっていうのすごい嬉しいよね、うん、本当にね、うん、なんかもう何でしょう、今ねこうして、うん、アクアのみんながすごい頑張って広げてくれて、で虹ちゃんにもねこうしてつながっていって、うん、新プロジェクトも動き出して、うんうん、なんか草を刈りながらね進んでいた頃が懐かしくて本当にね、そうだよね、大きい石をこうどっけたりとかしてた、耕してそうだ、ね、耕してたあの頃が懐かしい、うん、本当にそうね、うん、こうね、それもでも最初の頃からさ、うん、こうやってラブライバーさんにみんなよかったら好きになってくださいってこう呼びかけて、うん、みんなが一緒にこう、ね、草を摘んでくれた、ね、一緒にみんなで種をまいてくれたおかげだから本当にありがたいよ、頭がありませんよ、うん、ラブライバーには本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、これからもぜひ一緒にみんなでこうラブライブなんか作っていけたらいいなって、うんうん、思いますね、うん、はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。はい、生放送でお届けしてきました9周年ありがとうラブライブシリーズ9th anniversary、 これからもよろしくね生放送。そろそろお別れの時間が近づいてきました。あっという間でしたけれども、うん、はい、1時間やってたんですね。早いですね。じゃあ一人ずつちょっと感想なんかを聞いていこうかななんて思います。じゃあリジちゃん、はい、こちから、はい、はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会中須霞役相良舞です。本日はありがとうございました。いや、この、 記念すべき3グループ合同の初生放送というところにお呼ばれして本当に嬉しいです。ありがとうございます。いや本当にいろいろこの9周年を振り返れて、こうやって皆さんとお話できて、そして、画面の向こうにいる皆さんとも共有できて、本当に今日はとってもとっても楽しかったです。これからもラブライブが大好きです。よろしくお願いします。無敵ビリバー、無敵キャンビリバー、皆さんぜひ買ってください。よろしくお願いします。はい、改めまして朝香里役久保田美恵です。1時間お付き合いいただきありがとうございました。なんかこうやってグループ
分の垣根を越えたものって本当にフェスが終わってからもうないのかもしれないって思ってたんです個人的に。でもこうやってまた生放送だったりとかねできてすごく嬉しかったですし、やっぱりアクアさんミューズさんとやるともう勢いがすごいなっていう、皆さんのね見てくださって皆さんの熱がすごいなっていうので、本当に虹ヶ崎もいろんな展開待っていて、これからもガン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 頑張っていけたらいいなって思っておりますので、ぜひぜひスクスタだったりとか虹ヶ崎のことも少しずつしていっていただけたらいいなと思うので、引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。じゃあ次リククちゃん。はい、アクアより桜内リコ役の相田リカ子です。今日はちょっと久々の生放送生配信だったのでちょっと声が出るかちょっと不安だったんですけど、はい、楽しく皆さんのおかげで1時間過ごすことができました。改めてこうミューズさん、虹ヶ崎の、みんなと一緒にいろいろお話ができて、こうやりたいことだったりとか夢が広がる、広がった1時間でした。これが今後ともアクアの一員として一生懸命ラブライブシリーズを盛り上げていけたらいいなと思っております。皆さん本日は本当にありがとうございました。今ミヤンズです。皆さん本日ありがとうございました。コメントも今でもねたくさん来てます。本当にありがとうございました。いや本当にこうしてあの9周年を迎えていろんなこの音だったりことだったりっていうのがすごく広がった1年で、私にとっても本当に夢なんじゃないかって思うぐらいのことがいろんな風に広がっていったなって思ってます。それは本当に皆さんのおかげだと思っているし、アクアメンバーもちろんそのミューズの皆さんだったりとか虹のみんなにもすごくすごく感謝を思いを考えた1年間だったなとすごく個人的には思っています。応援してくださった皆様本当にありがとうございました。ね、10周年を迎えたっていうことになりますからね、はい、ということで皆さん9周年の応援ありがとうございました。矢沢にこ役徳井空です。本当にフェスは皆さんのおかげで大成功して、こうやってね、メンバーがどんどん増えていって一緒にライブができるなんてすごい楽しいことだと思うので、またねそういうフェスだったりとかみんな集まる機会が作れるようにぜひこれからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラブライブミューズ高坂ほのか役新田恵美です。まあ9周年ということで、まあ、ファイナルライブを迎えたというか、まあ、2016年にファイナルライブを、やったミューズですけれども、こうしてまたフェスでみんなと集まれたりとか、ね、後輩のみんなと一緒に会うことができたりとか、本当に楽しかったな、楽しいことがたくさんだったなと思います。まあ、なんかミューズは9人でも以下でも以上でもないので、なんかもうこの9周年っていうのは私にとってもすごく特別な1年だったんですけれども、これからもうどん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 ラブライブは大きくなっていくんだなというのを肌で感じることができて、とてもなんか楽しみが増えました。また9周年が終わったら普通のラブライバーに私は戻るんですけれども、これからも、ミューズ高坂ほのか役として、そして一ラブライバーとして、このラブライブシリーズの成長を楽しみにしていますので、皆さんと一緒にまた夢を育てていけたらいいなと思っております。本日はそして9周年本当にありがとうございました。はい、というわけで、皆さんから愛のこもったメッセージをたくさんいただいたところで、ラブライブシリーズはこれからもさまざまな展開を続けていきます。はい、これからも皆さんと一緒に楽しいことができるように私たちも頑張っていきます。皆さん引き続きラブライブシリーズの応援よろしくお願いします。それでは9周年ありがとうラブライブシリーズ9th アニバーサリー、これからもよろしくね生放送はここまで。お相手は桜内梨子役相田梨花子と高見千佳役稲見杏樹とミューズ高坂ほのか役新田恵美と矢沢にこ役徳井空と中須かすみ役相良真由と坂かりん役久保田美優でした。バイバイ。